どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですねこれやってみました。なるべく傷ませないで綺麗にストレートにする方法やってます。結構まあアイロンとか入れちゃうとまあダメージ出るじゃないですか。でもこう癖があるからもう伸ばさなダメっていう方って結構いらっしゃると思うんですけど、間違ったやり方をするとかなり痛みます。いつもちょっとダメージ出たりとかちょっと気になる方、この方法だとなるべく抑えれるので、できたらこの方法でやってもらえたらいいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはブラシで溶かしていきます。しっかりと引っかかりがなくなるぐらいまで溶かしていきます。後ろをだいたい3ブロックぐらいに分けていきます。もう一度しっかりと手先を溶かしてアイロンを入れていきます。だいたい今回は160度ぐらいの設定で、根元付近から中間までですね、毛先はちょっと外してアイロンを入れていきます。挟んだ時もそんなに力を入れすぎず、軽く挟んでゆっくりと滑らしていく感じでやってください。しっかりと髪の毛をピンとすることがポイントです。優しく挟んでゆっくりとアイロンを入れていきます。あんまり強く挟みすぎて力強く引っ張ると切れ毛の原因になるので注意してください。真ん中の段も同様にやっていきます。しっかりと櫛で溶かして、毛束を取ってピンとした状態で、優しくアイロンを挟んでゆっくりと滑らしていきます。一番上の髪の毛も同様にやっていきます。しっかりと溶かして、ピンとした状態で優しく挟んでゆっくりと通していきます。毛先の部分を全部集めて、中間から優しく挟んでゆっくりと滑らしていきます。毛先はダメージがちょっと出てる状態になっているので、全て一緒に集めてからアイロン入れてあげるとダメージも少し抑えれるのでおすすめです。はい、こんな感じで仕上がりました。少しでもダメージを抑えて綺麗に伸ばす方法になります。よかったら参考にしてみてください。